パンの大臣の教え。パンの大臣は、英国の小説家、アーサー・マッケンによる中編回帰小説である。現代は、ザ・グレート・ゴッド・パン。古代からの魔術的な力と人間の内容に関わる恐怖を、性的なほのめかしを交えて描き、発表当時大変な物議を醸した。1890年に、同人雑誌に掲載され、1894年に、刊行された。 現在では、マッケンの代表作の一つとみなされている。パンをめぐるギリシアローマ時代からの伝説を背景にしているが、作品に近代的な説得力を持たせるため黎明期の生理学と近代心霊主義の根本物を援用している。錬金術師、オズワルド・クローリウスやガイウス・ジュリウス・サリネスのデ・マラビラ・ブース・ムンジ。 脳ンスガミの石板等への言及も作品に奥行きを与えている。最後に明かされる魔性の女性の羊がミッシングリンクとなりストーリー全体を支えている。黒い封印の話ノベル・オブ・ザ・ブラック・シール、白い小薬の話ノベル・オブ・ザ・ホワイト・パウダー、白マザ・ホワイト・ピープル、小人・ザ・リトル・ピープルと共通した様々な要素が見られる。 医師レーモンドによって奇怪な脳手術を受けた娘がパンの神と交換しその結果発狂する場面で小説は幕を開ける。メアリーは教師するが死の間際に女児を産み落とす。この女児は長ずるにつれ周囲に恐るべき事件を引き起こす。イングランド西部の田舎での男児発狂事件や友人の娘の自殺事件である。やがてヘレンは美しい娘に育ち、 変名を名乗りつつ、世界の各地で男を破滅させてゆく。被害者の一人の同窓生である、高等ユ民ンの紳士は、友人の死をいぶかしみ、怪奇な紳士連続自殺事件に震えるロンドンの社交界とマクツとを探検し、ついに悪魔の女性を見出す。ビリヤーズは、クラークと共に乗り込み、問題の女性を自殺に追いやった。その自殺の様は吐き気を催す人体の、 妖怪家庭以外の何者でもなかった。ありがとうございます。